お疲れ様です。お疲れ様です。今日は中村ですね。はい。防水をやってるの今日。はい。塗装の職人さんってなかなか防水やんないし分かんないでしょ。うん。うち塗装職人さんがウレタンの密着工法。密着は塗装職人がやるんですよ。綺麗じゃん。ちょっと難しい防水は防水の職人がやるんですけど、うん、密着とか仕上がり重視の仕事は塗装職人さんなので、塗装屋さんで防水やんない人ってまあ多いと思うんで、うん、もしよかったらちょっと勉強しててください。はい。まず材料の作り方についていこうと思います。はい。はい、お願いします。お願いします。で今プライマーは塗り終わったんで、はい、プライマーは1液なので、はい、作る必要がないんですよ。はい、1液製ってそのまま使えます。では中塗り剤なんですけど、これからウレタンの層になる部分ですね。その塗料を作っていきます。これ DS カラーゼロってやつ僕ら使ってるんですけど、これがウレタンの樹脂ですね。すごい。これちなみにね、共用にこれウレタン固めてもらった。すごい。これウレタン樹脂ね。もうこんだけ層作ったらもう絶対だって雨漏りしないでしょ。ゴムだから。そうですね。ゴム。もう本当に結構ゴムだよ。すごい。この音ね。重うん。金消しみたいな音です。金消しのあのすげえ強いやつ。肌色のね。これぐらいの大きさなんです。はい。でこれから金消し作っていきたいと思います。金消しじゃない。塗装と一緒で2期生でも、はい、あの取材硬化剤で分かれてます、はい、で塗装の材料と違って塗装取材の方が基本的に多いんですよ。これあの屋根材なんですけど、これ屋根フレッシュって屋根の材料ですね。塗料の取材に対して硬化剤これだけ取材硬化剤、はい、塗装の方の方が大きいですよね。取材の方が、うん、そうですね。防水の方だと取材がこんなちっちゃくて、うん、硬化剤がこんなに大きい。こっちが取材そうです。で硬化剤そう。ちなみにこれは9:18、はい、比率が1:2でいいじゃんって話だけど、そうですね。塗装はこれ14キロの2キロじゃない、はい、14キロ2キロで16キロなんだ。15キロっていう取れもあるよね。ありますね。外壁クリマイルドは15キロか。クリマイルドは 13.5 キロの 1.5 なので15だね。15で言ってんじゃん。喧嘩だよ。15って言ってんじゃん。で皆さんもうこれつけてください。いらないです。もう今日ポチやばい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 、めちゃくちゃ多くなる。ちなみにまあ外壁の塗料よりは全然安いの。確かそうですね。まあシリコンよりも全然安いもんね、はい、取材はね。トップコートが高いです。そうです。でこれがワンセット。ワンセットこれで何平米だったの。1平米いけない。1平米がんしょ。で5平米ぐらいしかいかないけど。そうなん。結局この厚みで決まるんだわ。これちなみにもう15センチぐらいあるじゃん。はい。結構厚くなるよね。実は防水だと2回線で2、3ミリ厚きますね、うん、1平米3キロとか言われてるもんね。ってことは27キロあったら草27 9平米、はい、9平米ってことはもう 3×3 なの、うん、でそんだけしかこれでセットでいけない。へえ。だからもう本当に肉つくよ。つきますよ。2回塗るんですよ。そうそうそう、はい、なるほど。そうめに染めほほほほ、はい、うちの会社は毎回これぐらいの肉がつけとる。つけてないですよ。こんなに塗ってどうしてくれるのってめちょっといかん、切れ終わり、うん、でまだ、まあ、材料説明になっちゃうんですけど、うんうん、まあ、季節によって違うんですよ、うん、これ冬用ですね、うん、気温によってまた交換の時間変わってくるので、うんうん、春用、冬用って材料使います。これが冬用です。じゃあ作ります。はい。そこ突っ込んでこんかったなと思った。はい。ごめんごめん。で今これ取材が 0.9 入ってます、うん、なので1割取材が入ってる状態です。ちょっと見てもらいたいんですけど、透明、あ、透明です。飴ちゃんでしょこれ。もう入ってます。水飴みたいですね。こういう感じでとろーっと。あ、本当だ。お、なんか美味しそうですね。すごいね。もう飲んだら死にます。体の中で固まると防水効果発揮するんじゃん。あ、そしたらダイエットでもいいですか。ダイエットに。結構お腹少ないですもんね。これちょっと本当にテロップで出てる。いやいや、真似しない真似しないけど飲んじゃダメです。で次硬化剤で 0.9 に対して18キロなので、うん、はいはい、1.8 キロ入れます、うん。で入れるときはこっち、うん、穴上にしてください、うん、汚しちゃうので、うん。地味な作業だね。そうです。ちょっと綺麗綺麗に入ってってる、うん。メモリを見ながら、うん、そうですね。てるですね。はい、1.8 キロ。1.8 キロ。あ、素晴らしい。ここからシンナーを入れるんですけど、はい、ウレタン防水はトルエンっていうのを入れます。うんうん、1割から 0.5 割。なので、0.9 足す 1.8 で、うん、2.7 キロの 0.5 割なので、はい、0.13。うん、0.13 のぐらい。入れていきます。はい。はい。お願いします。はい。はい。これ今回特殊なんでね。普通はワンセットで全部作っちゃうのが多いと思うんですけど。あ、そうなんですね。で次攪拌していきます。はい。このインパクトのこういうのですか。インパクトでできるんだ。そうですね。今このサイズで大きい攪拌機使っちゃうと溢れちゃうんだと。ああ、そういうことですね。はい。ゆっくり。ああ、こうやってだんだん早くつくんだ。そうですね。最初シンナーの上にこぼれんようにね。はい。あ、シンナーのあるときはちょっと飛ぶでね。そうです。ちょっと落ち着いてきてから。シンナーがちょっとつけたら巻いてても全然あるんだ。はい。
はいはい、はい、はい、できました。こんな感じです。まあ、これちなみに何分ぐらい混ぜた？4、5分ですね。4、5分ね、はい、結構多めに混ぜなきゃいけないね。攪拌不足とかで効果不良って言って、あの固まらないっていうのはやっぱあるんで、やっぱ攪拌はしっかり俺はやった方がいいと思う、うん、手じゃ絶対もう混ざんないですね。手じゃ、ま、ちょっと混ぜるよね、はい、もうこんなドロドロなので。そうなんですね。はい、じゃあ、はい、まず今回は、はい、材料の作り方についてお送りしました。ぜひ今回チャンネル登録してくださいね。結構防水のこと、塗装のこと、これからちょっと本当にしっかり一個一個深掘りしていこうかなと思ってるんで、ぜひあのチャンネル登録してください、はい、じゃあまた見てねー。